はい、こんにちは。今回は逆転 KO が得意な最後まで諦めない4人の日本人ボクサーを紹介いたします。高橋も今日の上、6連続 KO 防衛中の日本王者マーク・ホルコ氏に、元日本バンタム級王者の高橋尚人選手が挑戦いたしました。序盤からマーク・ホルコ氏の重いパンチに圧倒され、高橋選手は劣勢に立たされます。続く4ラウンドもマーク・ホルコ氏の強打を浴び、防戦一方となりますが、高橋選手が放った一発の右パンチで攻守が入れ替わります。高橋選手は9ラウンドに意識が戻り、劣勢の中で解き放たれた一発のパンチでまたもや形勢が逆転します。激闘の4ヶ月後、日本スーパーバンタム級王者となった高橋選手は、タイ国スーパーバンタム級王者ノリ・ジョッキージムと対戦いたしました。前の試合同様、劣勢に立たされた高橋選手は切れ味鋭いパンチで形勢を逆転します。高橋選手は本来はアウトボクサーですが、時には野獣のごとく襲いかかるのです。1970年10月に大場選手はWBA 世界フライ級王座に挑戦いたしました。当時はライトフライ級もミニマム級もなかったので、フライ級で世界王者になることは今以上に困難でした。大場選手は4度目の防衛戦で最強の挑戦者と言われたオーランド・アモレスを迎えますが、最強の挑戦者の荒々しい左フックで初回からダウンを奪われたのです。大場選手はハードトレーニングでスタミナと回復力が抜群なので、すぐに反撃を開始し、第2ラウンドにダウンを奪い返します。
大場選手の素晴らしい右ストレートがヒットし、褐色の弾丸アモレスがひるみ、そこから大場選手が怒涛のラッシュを敢行します。第1ラウンドにダウンを奪われた大場選手は、ダウンの時に右足を捻挫したので足が効かない状態でこの後戦わなければいけなくなりました。5ラウンドにもチャチャイの右がヒットし、依然大場選手は苦しい展開です。大場選手は第1ラウンドのダウンのダメージがまだ残っているようです。8ラウンドに入り、ようやく足が回復してきた大場選手はこのラウンド猛攻を見せます。さあどうか、高井も打ち返します。いい今のコンビネーションね、あれは良かったですね。大場攻撃、激しい攻撃、これがいいんですよね。大場ラッシュ、大場ラッシュ、大場ラッシュ。大場選手に11ラウンドも大場選手は猛攻を仕掛けます。解説席にいる小林博チャンピオンから大場選手にボディを狙いの合図が送られてます。チャチャイもカウンターを狙っています。リこれは意味に入った、これは意味に入った、これは入りました。迎えた12ラウンド、大場選手はチャチャイに猛然と襲いかかります。サウスポースタイルの糸数選手はアマチュアで50戦以上のキャリアを誇り、プロ入り後も日本王者となりました。対するジャッカル丸山はアマチュア経験はなく、叩き上げのボクサーですでに8敗しているのです。日本王者糸数選手が初防衛戦の相手にジャッカル丸山選手を迎えたのですが、両者これまで1勝1敗で3回目の対決となり、お互い手の内を知り尽くしております。ダウンを奪われたジャッカル丸山は逆に猛反撃を行い、驚異的な連打を放ち、王者は棒立ちとなるのです。ジャッカル丸山は3度目の防衛戦に関博之選手を迎えます。関選手はアマチュア時代にモスクワオリンピックの候補となり、国際トーナメントで金メダルを獲得し、帝拳ジムから大いに期待されているボクサーなのです。2回目の戦いでタイミングをつかみ始めた関選手は得意のカウンターをヒットさせます。このラウンド2度目のダウンを喫し、絶体絶命の窮地に陥ったジャッカル丸山はまたしても
驚異的な粘りを見せるのです。続く第3ラウンド、ダメージの深い関選手はジャッカル丸山の猛攻に耐え、ロープに詰まりかけたとき、関選手の起死回生の右カウンターが見事に決まります。そして前回の戦い同様、6ラウンドに結末がやってきます。またもやエリートボクサーはジャッカル丸山の乱戦の渦に飲み込まれてしまうのです。すでに WBA と WBC の世界王座のベルトを手に入れていた高山選手は、当時日本ボクシング協会が認可していない IBF と WBO の世界王座を手に入れるため、海外に戦いの場を移しました。高山選手はIBF、WBO 世界王座決定戦で大平選手と戦いますが、前半サウスポーの大平選手に翻弄され劣勢に立たされます。もともとスタミナがずば抜けていた高山選手は、海外でフィジカルを強化し、打ち合いに力強さが磨かれ、大平選手を圧倒していきます。原選手が高山選手の IBF タイトルに挑戦しますが、原選手がスピードで優位に立ち、高山選手は序盤から劣勢に立たされました。本来なら苦しくなっていく第8ラウンドですが、旺盛なスタミナを誇る高山選手はここで一気にギアを上げ、得意のラッシュで挑戦者を追い詰めていくのです。上体の体の移動がうまいな。ボディ